戦績東北ライン先鋒眺望シリーズパート4になります。前回は高木町駅から延びる駅、そして陸前小野駅までの模様をお伝えしました。松島湾沿いの風景を見ながらの走行、そして鳴瀬川へと坂を下っていく模様など、ダイナミックな風景をご覧いただけたかと思います。今回は陸前小野駅を出て東松島市の中心である大和駅、そして陸前赤井駅までの模様をお見せしたいと思います。平野部の平坦な地形が広がっていますが、航空自衛隊松島基地が置かれている場所でもあります。松島基地はブルーインパルスの拠点としても有名ですね。陸前小野駅でも上り列車の到着を待って出発です。上り列車到着です。陸前小野駅出発です。次は大和駅に停車です。松島基地のメインとなる滑走路には一番近い駅なので、ブルーインパルス
大和駅停車です。陸前赤井駅に停まります。まもなく陸前赤井駅です。仙石線の駅としては陸前赤井駅までが東松島市になります。陸前赤井駅到着です。今回の映像はいかがでしたでしょうか。松島湾の風光明媚な風景とは異なりますが、比較的人口も多い区間で、より人々の生活が感じられる区間でもありますね。また航空機にも興味がある方はブルーインパルスなどの見学に訪れるのも良いかもしれませんね。ブルーインパルスの訓練飛行の予定は松島基地のホームページで確認できます。また飛行機の見学スポットなどの情報は東松島市のホームページで確認できます。仙石東北ライン前方眺望シリーズ、次回でいよいよ最終回です。陸前赤井駅を出て終点の石巻駅までの模様をお伝えする予定です。次の動画もどうかお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。